はい、こんにちは、レトスのおです。本日の3本に入る前にご連絡をさせていただきます。6月に入っても成果が見えない。覚えられない。勉強が進まない。このようなお悩みないでしょうかもし一つでも当てはまるようでしたら、6月に入っても成果が見られない方へ3つのアドバイスという動画をぜひ参考にしてみてください。これはこの動画の概要欄に URL 貼っておきます。 また短期集中実用カップ講座の現在の割引価格は本日までとなっております。明日になりますと値上げとなりますのでご注意ください。この短期集中実用カップ講座は中卒で法律知識ゼロ。元飛び職の方がたった3ヶ月で一発合格できた講座となっております。またその他にも育児、家事、ダブルワークでゼロ歳児のお子様をお持ちのシングルマザーの方は4ヶ月で一発合格できました。今年はあなたに合格していただきます。 今日の24時までが現在の割引価格です。調べる時間を削減して、今年絶対合格したいという方はぜひお申し込みください。他の通信講座や他の予備校を通っている方も、この弊社の短期集中自足アップ講座、併用して受講されている方もいらっしゃいますので、その点もご安心ください。その場合は弊社の短期集中自足アップ講座の教材で、理解学習をした後に、今お持ちの他の予備校や他の通信講座の演習問題とかを行っていくのが効率的です。 この点についても受講していただいた後にご相談に乗りますのでお気軽にメールいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。建物に留置権を有する者は当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。マルかバツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。 留置権っていうのは物上代制を有しません。そのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね。留置権っていうのは目的物を留置することにより、まあ目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですね。これを留置することによって弁済を促す権利だからなんですね。この問題っていうのは基本的な問題なので覚えておけば解けます。ただ、そんな勉強では本試験では対応できません。 留置権についてはあまりテストにも出ないので、えー、そもそもどんな権利なのか、何がポイントなのか、えー、他の分野とどのようなつながりがあるのか、えー、これらを理解していない方が非常に多いです。そのような状況では合格はできないです。必ず理解しておきましょう。権利関係は捨てるっていう方いますけれども、それは非常に危険です。捨ててしまうと権利関係で4点ぐらいしか取れなくなっちゃうんですね。これでは他の分野で85%以上点数取らないといけない計算になっちゃうんですよ。 え、これだと正直難しいですよね。え、それであれば権利関係で最低7点。え、これを取れるようにした方が合格しやすいです。権利関係を全て捨てるというのではなくて、半分取れるくらいの実力をつけるようにしましょう。え、そのためには過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です。捨てるのではなくて最低限の実力はつけておく。っていうことですね。で、問いにですね、免許の用費です。E が所有するビルを沈借している F が、 不特定多数のものに反復継続して転退する場合 E は免許を受ける必要はないが F は免許を受けなければならない丸かかという問題です。まず E さんが所有しているビルがあってそれを F さんが借りているんですね賃借しているっていうのは借りているつまり E さんがオーナーであり貸主ですで F さんがまあ借り主なんですよね で、この F さんが不特定多数のものに反復継続して転退する。これ転退ってまた貸しなんですね。そういった場合ってことは F さんは転退主。また貸しをしている貸し主なんですね。そして質問内容は2つあります。E は免許を受ける必要はない。丸かばつか。F は免許を受けなければならない。丸かばつかと。2つ質問されているんですね。で、まず E さんっていうのは、まあ、所有者であり、かつ貸し主なんですね。 そして、貸主が行う賃貸する行為。これは取引に該当しません。従って免許不要。また、F についてなんですけども、F は E から借りて、それを転退してますよね。また貸しをしている。で、借りる行為、また、また貸しをする行為。いずれもこれ、取引に該当しません。従って F も免許不要です。そうすると、これ前半新しいんですけども、こっちですね。F は免許を受けなければならない。これが誤りになります。 問さんです F が市街化区域内に所有する2500平米の土地について G が銀行から借り入れることができることを停止条件とした売買契約を F と G との間で締結した場合つまり F さんが売り主で G さん買い主ですそして G が銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日 この日から起算して2週間以内に G は事後届出を行わなければならない。丸か罰かという問題ですね。で、まず市街区域内の2500平米の土地の売買なので、事後届出は必要です。そして、いつまでに事後届出をしなければいけないのか。これは停止条件付きの売買であっても、原則通り契約を締結した日から2週間以内なんですね。 で今回の問題で言うと、銀行から購入資金の借り入れることができることに確定した日、つまり銀行が貸してくれますよって言ってくれた日、その日から2週間以内ってなってるんですよね。なので、これが誤りなんですよ。この日からじゃなくて、契約を締結した日、この日から2週間以内に G は事後届出を行わなければなりません。よって誤りになるということになります。 そして初めにもお伝えをした6月に入っても成果が見られない方へ3つのアドバイス。この動画は最後にリンク貼っておきますのでそちらからご確認いただけます。また短期集中辞職アップ講座の現在の割引価格は本日までです。明日になると値上げとなりますのでご注意ください。また今から勉強を始めるという方でも勉強の仕方を間違えなければ、つまり理解学習ができれば今年の合格は十分可能です。 逆に理解学習ができなければ何年勉強し続けても合格できないので注意をしましょう今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです短期講座はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからお申し込みくださいあなたの受講をお待ちしておりますレトスののでした